海講県は日本の小説家。組織と人間の問題を扱ったパニック、裸の王様やベトナム戦争取材の体験をもとにした輝ける闇などがある。また、趣味の釣りについて世界各地での体験を綴ったエッセイ、フィッシュオン、オーパなどでも知られる。大阪市天皇塾で父、正義、母、文子との間に長男として生まれる。 7歳の時に、住吉区北田辺へ転居。子供時代は、紙芝居と本が好きで、江戸川乱歩、山中峰太郎、運の十三などを読んでいた。1943年4月に、旧聖天皇寺中学校へ入学。勤労動員の合間に、内外の文学作品を乱読した。5月に、国民学校教頭であった父が死去する。第二次世界大戦後に、 旧制大阪高等学校文科高類に入学するが、学生改革により1年で旧制高校を修了し、大阪市立大学法文学部法学科に入学した。リルケ、マルテの手記や、サルトル、オートを読んで、衝撃を受け、オートはその後も繰り返し愛読し、戦後の作家では、大岡昌平や武田大順をよく読んだ。当時の文学論の仲間に、高原慶一郎がおり、 大学在学中、谷沢栄一主催の導入誌、鉛筆に参加。またパン焼き工や、千盤見習い工として、町工場を転々とした。1952年1月、導入仲間だった、詩人、牧陽子と結婚。同年7月13日に、長女、海子美智子が誕生。1953年2月、大学在学中に、 洋書輸入省の北尾書店に入社。1953年12月1日に大阪市立大学卒業。1954年2月22日、洋酒会社ことぶきや社員であった洋子が育児のため退社するのに伴い、公認者として、久しや宣伝部に中途採用され、文案家として働き、PR し、洋酒天国の編集やウイスキーのキャッチコピーを手掛ける。 また1954年から縁の破れ目などの終作を近代文学史に発表。自然主義、心理主義、アナキズムといった潮流に限界を感じ始め、1957年にシチュエーションの文学を意図して、野ネズミの大発生を題材にしたパニックを執筆。佐々木喜一の計らいで新日本文学に発表され商業史デビュー、空話作家とも呼ばれた。 続いて、伊藤誠に始まる、組織と人間論のモデル作品とも見られる、巨人と玩具、裸の王様を発表、裸の王様で1958年、芥川賞を受賞。これを機に、寿屋を退職し、執筆業に専念する。地筆で知られ、受賞後、第一作となる文学界から依頼された原稿を、締め切り間近になってもあげることができなかった。 開港は先に講談社の群像に提出していた原稿を持ち帰り、文学界に提出してその場をしのいだ。しかし、講談社の怒りを買って絶縁状を叩きつけられ、16年もの間講談社から干されてしまう。大阪の軍需工場跡から鉄くずを持ち出す、泥棒部落、アパッチ族とも呼ばれた集落を取材し、日本三文オペラを発表。1960年、 中国訪問日本文学代表団の一員として、大江健三郎らと共に、中国を訪れ、もう東、周恩来らと会見。随筆、地球は、グラスの淵を回るでは、当時の大江とのエピソードが記されている。帰国後また、ヨーロッパを訪問し、大江健三郎と共に、パリで、サルトルと面会。1964年11月15日。 朝日新聞社臨時特派員として、戦時下のベトナムへ。サイゴンのマジェスティックホテルを拠点に、ベトナム共和国軍に従軍して、最前線に出た、サイ・反政府ゲリラの機銃装車に会うも生還。総勢200名のうち生き残ったのは17名であった。この時一時は、行方不明とも報道された。この時のルポータージュ、ベトナム戦記を発表、その後3年をかけて、 精烈な体験をもとに小説、輝ける闇を執筆。夏の闇、花終わる闇と共に三部作となる。帰国後は、小田ミノルラのベヘーレに加入して、反戦運動を行ったが、ベヘーレ内の反米左派勢力に強く反発し、脱退、過激化する左派とは距離を置くようになる。その後は保守系の立場を取り、後に、谷沢栄一や向井里氏などの右派系文化人を世に、 出した。熱心な釣り師でもあり、日本はもちろんブラジルのアマゾン川など世界中に調考し、様々な魚を釣り上げ、フィッシュ音、オーパ、など釣りをテーマにした作品も多い。現在では浸透しているキャッチリリースという思想を広めたのも解雇だと言われている。また食通でもあり、食と先に関するエッセイも多数ある。 開港県記念館1974年から神奈川県茅ヶ崎市に居住。1982年から週刊プレイボーイの読者からの人生相談コーナー、風に聞けを連載。この中で開港県という名前について一切名詞が入っていない珍しい名前で気に入っていると綴り、開港県を書いた加剣イコール書いた加剣 と編読みした読者からの投稿を非常に気に入り、たびたびサインの際に引用していた。1989年、食道癌の手術後、主玉を脱行するも東京都再生会、中央病院に再入院、食道主要に肺炎を併発し死去、58歳没。墓所は、鎌倉、遠学児等中、末霊院にある。死後、開校の業績を記念して、 1992年から2001年まで TBS ブリタニカが開口検証を2003年から就営者がノンフィクションを対象に開口検ノンフィクション賞を創設した2000年1月に陽子夫人が亡し、その妹により16年間を過ごした邸宅が茅ヶ崎に寄贈され開口検記念館として開設された記念館にある石碑入ってきて 人生と叫び出て行って死と叫ぶパニックは笹の開花とのネズミの大量発生に関する新聞の科学記事を見て関連資料を調べて執筆したパニックでは自然界の物理的エネルギー裸の王様では個人を圧殺する組織のメカニズムに対してそれらに対抗できる人間の生命力を求めた作品となっている平野健が 組織の中の人間というかつての逃亡奴隷が思ってもみなかった運命にまず着目すること、それ以外に私どもの生き抜く道はあるまいという発見を述べたのが1955年だったが、これは解雇権のような戦後世代には自命の前提だったのではないか、と佐々木貴一は表している。ベトナム戦記連載の後、 東西に分裂した架空の国を舞台にした偶ーの形の渚から来るものを朝日ジャーナルを連載したが自身でこれを惨敗として再度一年かけて書き下ろしハイデッカーが現代を表した言葉をタイトルにした輝ける闇を執筆した輝ける闇に三島由紀夫はべてを想像力で描いたのなら偉いが現地に行って取材してから書くのでは大したことではないと評したが 秋山春はこれを旧世代の文学館とし、現実を見れば見るほど、凝視すればするほど、沿って現実の形が回からなくなり、同時に見ている自分という主体までが混乱し、解体し、わけのわからぬものになってくるのであり、この作品がそういう認識の変貌を示す、新世代の現代文学だと述べている。ニューヨークタイムズでは、輝ける闇について、 ベトナム戦争の風景が、音が、匂いが、名手の手で、初めて作品化された、これほど生き生きしたベトナム報道を、私は見たことがないと書かれ、夏の闇の英訳版について、英米では、安倍工房と共に、日本で最も重要な作家とも評された。ベトナムには、その後1968年と1973年にも、取材に行き、また、 中東やビアフラ戦争に取材し、それらを題材にした短編は、歩く、影たちに収められている。1963年から、週刊朝日連載のルポータージュ、日本人の遊び場、ズバリ、東京の評判が高かったため、週刊朝日は、ベトナム戦争の取材を依頼し、ベトナム戦記として連載した。輝ける闇執筆の頃から、運動不足解消のために、 少年時代以来の釣りをはじめ、日本各地を回るようになり、1968年のヨーロッパ訪問時に、ボンの釣り具店主にルアーフィッシングの手ほどきを受ける。その後の戦争取材を含む、海外取材先では釣りも計画に組み込み、カメラマン秋元圭一を同行し、アラスカでの酒釣りからスウェーデンなどの北欧、ナイジェリア、中東、東南アジアなどを巡り、 タイの雷島で桟橋から落ちた時に右足の甲を骨折して帰国。これらの釣りの経験をルポタージュにしてフィッシュオンとして観光。このフィッシュオンをサンパウロ大学教授、人文研究所長であった斎藤博氏が読み、日本語学校講師をしていた第五マッサオを通じてアマゾン川での釣りを誘われ、プレイボーイ氏の企画としてカメラマン高橋昇を同行して、 ツアーを観光し、オーパーとして連載した。これらは釣りを通じて、各土地における自然を語り、人間を語る優れたレポートとなっている。オーパーは2年間に10万部の売り上げを記録し、高橋登はこれにより、木村伊変写真賞候補となった。ありがとうございます。